名古屋市内から車で1時間ほど。岐阜県大野町にある道の駅パレットピア大野。県内最大規模の道の駅として、農産物の直売所や地元の食材を使ったレストランが人気を集め、開業から2年半弱で来場者数100万人を突破しました。観光スポットとしておなじみとなったパレットピア大野ですが、ある秘密が。こちらの道の駅には、さまざまな防災の設備が備わっています。こちらの駐車場を上空から見てみますと、臨時のヘリポートになります。そのすぐ横のスペースは警察などの拠点となります。効率的な活動が行えるよう設計されています。敷地内には非常食などの備蓄倉庫が設置されていて、大規模災害が起きた際には一時的な避難スペースとなります。また普段はキッズルームとして親子が利用している建物には岐阜県の防災無線が設置されていて、災害時に司令拠点となるなど、さまざまな防災機能が備わっています。高速道路インターチェンジに近く大きな道路に面していること、そして広い敷地があることが防災拠点としまして、迅速に機能するために大きなメリットとなると考えております。広域的な災害が起きたときには、当道の駅の機能を発揮していただき、外部からの救援物資の受け入れ、消防、警察、自衛隊の支援部隊の活動拠点としての役割を果たしてもらいたいと思っております。国は去年、広域的な防災拠点として、パレットピア大野など全国39カ所を防災道の駅に指定。東海3県からは、三重県志摩市の道の駅伊勢志摩や愛知県豊橋市の道の駅豊橋が指定されています。車で遠出する際には、立ち寄った先に防災の機能があるかどうかあらかじめ確認しておくと良さそうです。ところ変わって、こちらは名古屋市昭和区。子どもたちが元気に遊ぶ川名公園にも様々な防災設備があります。トイレの屋根にはソーラーパネルが設置されていて、太陽光発電で電力を賄えるほか、断水してしまっても汲み取り式トイレとして使うことができます。また等間隔に並んだマンホールにも秘密が。蓋を外すと下水管につながっています。この周りにテントを立てることで仮設トイレに変身。仮設トイレの中は大人一人が入っても十分な広さがあり、入り口を閉めるとプライバシーが守られた空間になります。仮設トイレが設置できるマンホールの穴は公園内の3カ所に合わせて28あります。また生活のあらゆる場面で欠かせない水も。手漕ぎで地下水を汲み上げられる井戸が設置されています。大きな災害いつ起きるか分かりませんので、何か起こった際にですね、避難された方々がこういった防災の設備を使い方が分かるというのが重要だと思っておりまして、行政も地域の方々と一緒にですね、定期的に訓練をして使用方法と練習をしております。名古屋市では他にも中村区の米野公園や港区にある戸田川緑地などで避難防災の拠点として整備が進められています。最後に紹介するのは、最近街中に増えているこちら。名古屋市西区にあるブルースカイランドリー。店内には10台以上の洗濯機や乾燥機が設置されていますが、店舗のすぐ隣のタンクにある役割が。
これが LP ガスタンクですね。これ10本ありまして、これを熱源に、炊き出しのセットとか発電機を動かすというものになっております。タンクの LP ガスは普段は乾燥機を動かすために使われますが、災害時には3日分の炊き出しや発電ができるようになっています。タンクの隣には発電機だけでなく、巨大な炊飯器や鍋の備蓄もあります。まさに災害対応型コインランドリー、周辺住民の一時避難の場所として使えるようになっています。2019年台風15号の影響で、関東エリア、特に千葉県が大きな甚大な被害が出たと思うんですけれども、何かの時にお役に立てないかというところで、この災害対応型ランドリーを考案しました。大きな被害をもたらした2019年の台風15号をきっかけに始めた災害対応型コインランドリーは、現在全国78カ所、名古屋市内に4カ所あり、23の市町村などと協定を結んでいます。地域の皆様がですね、そこに意識を向けていただいて、防災というものにアンテナを立てていただけたらなというふうに考えております。